はじめです。本日は、ホンダ CBR954 乗っていこうと思います。ファイヤーブレードってやつですね。はい、なってます。作業内容ですけども、インジェクションのセッティングと、いうことです。パワーコマンダー3ですね。まあこの年式、2002年ぐらいは、5っていうのがなかったですからね、3が、装着されているものをセッティングさせていただきましたということです。はい、どうですか。ピカピカじゃないですかね。ここまでね、その年式で言うとそこまで、新しいモデルではないんですけれども、この綺麗さを維持しているということが、ステータスになっているんじゃないかなと思います。はい、割かしノーマルかな。こんな感じです。あ、これね、ウェイトをこの銀のテープ、貼ってますよね。見えるかな。これって、いや、こんなはらんでも、ウェイトに両面テープついてるじゃんって、思われる方いらっしゃると思うんですけど、あのスポーツ走行とかするとね、このウェイトって飛んでいくんですよね、意外と。だからね、レーサーのホイールについてるウェイトとかって割とこういう飛んでいかないようにペタッと貼っていることが多いんじゃないかなっていう、お話を軽くさせていただきましたということで、ブレーキを使ってますね。はい、でこんな感じですね。でストライダーが、森脇エンジニアリングの、スキットパッドですね。はい、161号線ということです。はい、ステップも森脇と、森脇ってなんかね、ホンダっていうイメージ強いですよね。はい、で、サイレンサーなんでしょうね。これちょっとメーカーわかんないんですけども、これ確か純正でチタン液パイじゃなかったでしたっけね。サイレンサーだけあったかな。なんかそんなんやった気が、あ、でもチタンっすよね。なんか純正チタンやった記憶がありますということで、スタンプです。はい、なのでね、早速乗っていこうかなと思います。はい、じゃあエンジンかけていきたいと思います。さあ、CBR ね、軽く暖気をしましたけど、53度ということでいきます。お、じゃあいきます。CBR954 なんですけれども、私これ乗るの初めてですね。ちょっと楽しみかなって感じしますね。似たようなんで言うと、1年ぐらい前かな、CB じゃない、 VTR1000SP1 っていうの乗りましたけど、よく考えたら全然似てないですよね。はい、いきます。よいしょ、シールド閉めます。さあ、CBR954 ですね。SC50 というやつですね。はい、今初見で、また買って乗らせてもらってます。ですね、印象としてはちっちゃいなって感じしましたかね。なんかね、今、表に止めて、まあ外からこう撮影をしながら見てたり、お預かりしてる時にポンって置いてある時に見たりとか、してる印象としては、まあやはりですね、今、まあこの CBR という名前のついているものになるんですけど、まあ現行モデルと比べるとね、やはりちょっと一回り大きいなっていう印象を受けてはいたんですけど、とね、不思議なもんで乗るとね、すごいちっちゃく感じますね。前回りに関しては全然こう遜色ないというか、すごい小さい、印象を、今私は受けております。シールド開けます。あー、暑い。なんかね、今日本当は台風の予定で、納車予定も今日だったんですけど、無理かなって若干思ってたんですけど、全然雨降ってないです。よかったです。はい、でハンドル周り見ていきましょうかね。はい、まあ、比較的ノーマルかな。で、右、ブレーキレバーがアントライオンというアルミ削り出しのレバーに変わっております。これね、アントライオンさんの、レバーって、折れないんですよね。あのこけて衝撃角が終わったら折れるんじゃなくて曲がるだけっていう、こう粘るアルミっていうね、いうのでちょっとこう当時、売り出していて、どうなんでしょうね。私がオートバイ業界に入った時はこのアントライオンのレバーがめちゃくちゃ売れてたんですけど、今ってなんかこのね、なんとかなんとかっていうレバーが結構アジャストできるやつが売れていたりとかしてるんですけどね。はい、いう感じでございますかね。あとはこう、なんだ、 ETC のアンテナがものすごい揺れてて、こうね、ちょっと可愛い感じ出てますけどもね。いきます。さあ、ここ左曲がっていきますね。ちょっとね、思わずね、信号待ちで軽く黙ってしまったんですけどね、横にね、スクーターがピャッと来たんですよね。僕そうなるとこう恥ずかしがり屋なんで、急に喋れなくなるというね、車位全開ということで見ていきます。そう、ミラーが覆ってないですね。はい、あ、そうそうそう、そうなんですよね。なんかね、どうなんだろう、こう真横に並んだ時にね、こいつなんか一人でめっちゃ喋ってるって、まあ変なやつって思われるかもしれないですけどね、その通りでね、そう思われるのはちょっとなんか恥ずかしいかなって思います。はい、でクラッチなんですけど、なんだろうな、
軽くはないとは思うんです。軽くないとは思うんですけれども、なんだろうな、新車のこう整備された、クラッチの引きの感じというか、そういう意味でね、全然重たくはないんじゃないかなって思います。はい、普通に引きやすいかなっていう印象ですね。はい、行きましょう。さあ CBR なんですけれども、まあ、SC50 ということでね、こうよくねこうホンダの、オートバイをお乗りの方ってこういう型番で呼びますね。 NC30 とか、SC77 とか、RC04 とか、これちょっとねこれだけ言われたら他のねオートバイ乗りの人何それってなると思うんですよね。うん、 CBR って言ってやとかね、まあでも CBR って言ってもね600も1000も、まあ、250も400もいっぱいあるし、まあ、古いのと現行のとかあるから、そういう、形式というかフレームナンバーで読んだりすることが多いのかなって思ったりはしますけれども、あれですよね、頭のイニシャル、まあ、2アルファベットになってると思うんですけど SC とか RC とか AF とかね、うん、それってね頭の方が、排気量になってるのかな、うん、A が50ですよね。うん、だから AB27 って言ったらまあモンキーですけど、まあ、A が排気量になってて、まあだからこいつ SC ですからね、うん、S は確か 750cc 以上、うん、だ現行モデルの CBR だったら SC77 とか、まあ、言ったりするとは思うんですけれども、で後ろのね C っていうのがまあミッション、ですよね、ミッションのロードバイクということになってるんで、だからスクーターとかやったらね F ですよね、うん、とかまあそういうねオフロードやったら、まあ、MDXR ですよねとか、そういう、言われがあるので、まあなんとかかんとか何々とかって言われたらね、大体その頭の2つで、まあ、どんなオートバイなのかというのが分かったりしますよね。はい、という感じです。はい、で、ハンドルちょっと続き見ていくんですけれども、これねなんかこうスマホを刺すんかなっていう感じなのと、これそうですよね、これデイトナやったと思うんですけどね、新しい USB のこのできるだけ細くつけれる2連のやつかな、うん、っていう感じになってます。はい、あ、ここでアース取ってるんですね。はい、まあ、これあそっか一応落ちるかフレームアースってことですよね。はい、で、セッティングの話に戻るんですけれども、今回ですね、パワーチェックをまずさせていただいて、全然ね馬力的には健康だったんですけれども、アクセルの開け始めのところこうっていくところですよね、そこがなぜかこう非常にこう薄いような、状態になっておりました。うん、なので、まあ、これでセッティングすれば大きくこう乗りやすくなるんじゃないかということで、今回セッティングに、作業ということでいただきました。はい、で、結果はやっぱりとても薄くて、濃く燃料を吐かしてもらってたんですけど、これのね、まあ、ちょっと注意点というかセッティングあるあるにはなるんですけれども、パワーコマンダー3がもうすでに装着されている車両を、パワーチェックさせていただきました。で、そのパワーコマンダー3の中のマップは、そのパワーチェックをした時には何も見ていなくて、で、まあ、セッティングの時に初めてこうパソコンつなげて何が入ってるかって見てみたんですけども、まあなかなかひどいマッピングでした。うん、だから、要はパワーコマンダーって、まあ、皆さんも馴染みがあまりないかもしれないんですけど、インジェクション車両で、燃料、まあ、メインジェットを変えたりスロージェットを変えたりするようなものをパソコンでやるっていうイメージでいいと思うんですけれども、まあ、それのマップ、要は数字ですよね、数字を足せば濃くなってマイナス数字を入れると、薄くなると、こういう感じで、いいとは思うんですけれども、それの、数字が、まあ、でたらめって言ったらあれですけど、なんでこんな数字なんですかっていうような、お母さんをまた入れて曲がります。さあ旋回性能ですけど、わこれなんかめっちゃ寝やすいですね。あ、軽いですね。あ、意外ですね。これめっちゃ乗りやすいですね。はい、でごめんなさい、セッティングの話に戻るんですけれども、それが入り口がとても薄かったというので、燃料を濃く吹かしてもらいました。で、こうね、薄いとね、パーセルすごい使いにくいんですよね。だから今こうちょっとピュッと開けた時もニュルーっと前に出るようなこの感覚が、セッティング、するとすごい乗りやすくなります。で、トップの馬力はですね、一発目130馬力だったんですけど、まあ、最終セッティングを行って 133.9 かな、だから134馬力ぐらいまでは行ったんで、まあ、ひとまず健康でいいんじゃないかなって思います。はい、でこのね CBR954 というオートバイもね、まあ私も今乗ったことなくて、すごいスリムかな、今曲がった感じはすごい乗りやすかったっていう印象を受けましたね。うん、でまあこれがね954の、CBR が、まあこの翌々年かな、CBR センターブル R っていうものに確か変わるっていくとは思うんですけど、まあ当時のスポーツバイクのカテゴリーで、いいとは思うんですけれども、あれなんですよね、僕これちょっとね軽く見てて知らなかったんですけど、このオートバイ当時2002年発売された時の定価わかります？皆さん、はい、なんとですね、このオートバイ新車で100万円やったんですよ。100万円ですよ、当時の、まあね、この
排気量の一番高いモデルの CBR と名の付くレーサーのものがたったの100万円で新車で売ってたんですよね。めちゃくちゃ安いですよね。今なんか CBR1000WR って、無印とかでも200万円ぐらいしますからね。 SP とかで250万とかやったか、そんなんやったと思うんですけど、いやーこれ10何年ですか、2ですから17年、この17年の時を経て、まあ消費税上がってる、この時 5% だったね、消費税が上がってるっていうのはありますけど、17年かけてゆっくり値段倍になっていったっていうのもなかなか恐ろしいですよね。だからこれがね、新車、販売価格ですか、が高いからオートバイ売れてないのかって言われたらちょっと私にはわからないんですけれども、まあでも、どうしようね、物価がどうですかね、そんなに変わったっていう印象ないんですけど、まあ当時ってこういうのがね、まあ大体なんかリッターって100万ぐらい出したら買えるっていうイメージでおったんかな、120万とかなんかな、やっぱ納車整備とか入れたら、ちょっと新車のことは分かんないんですけど、まあそれがまず一つ衝撃だったかなっていう感じはしますよね。はい、で、まあ 600cc なんかでもね、もうかなり安く買えましたもんね。はい、まあでもこれね、なんでしょうね、見た目はちょっと後ろ回りは大きく感じるんですけれども、乗った感じは本当にひらひらって感じですね。タイヤちょっと見てなかったんですけど、めちゃくちゃ超ハイグリップタイヤが確かついてなかったんちゃうかな、ですからね、これにディアブロスーパーオフコースターをつけて、岡山で曲げていくと、まあ、こういう楽しみ方も、あのね、ちょっとあんまこういう運転したくないんですけど、あのね、本当にすごいひらひら行くような感じかな。まあ、この時からホンダってのは何でしょう、こうマスの中心化とか狙ってたんですかね。なんかね、すごいコーナリングのね印象はとてもいいですよ。曲がりやすいかなっていう認識をあります。はい、曲がります。はい、さっと行きたかったんですけどね。そうですね、なかなか乗りやすいなって思いますね。単純にちっちゃい、イメージはちっちゃいって感じです。そんなに大きく感じないですね。はい、ということで信号止まっていきますと、よいしょ。はい、であとはですね、作業するときに、まあ、二次元のキャンセルとかもあって、いろいろ、エアクリーナーボックスとかも開けたんですけど、ちょっと気になるところがあって、一発目パワーチェックしたときなんですけど、こうバーっとこう回転がいったときに、ここ、7000回転、ちょっと超えて、7250回転ぐらいのときに、一瞬だけ引っかかるんですよね。こうブーボロ、みたいなね。これがなんか気持ち悪いなと思って、でそのパワーコマンダー3、まあね、に入ってたマップが何かすごい燃料足してるとかすごい燃料引いてるとか、まあそういうのなのかなと思って期待して開けたんですけど、特に変な数字ではなかったと。まあずれてはいたんですけどね、まあそれは修正したんですけど、まあ結果でちょっとセッティングしてもそこだけねちょっと直らんかったかなっていう印象。なんかこうヤマハとかでもねたまにあるんですよね、なんかこの可変ファンネルが一瞬動いた時になんかこうベッてずれるみたいなのがあるんですけど、なんかそういうのがちょっとありました。で、このタンクの下に、エアクリーナーボックスがあって、エアクリーナーボックスの蓋を開けるとここにねちょっとワイヤーがついて、スロットルワイヤーと別の、ね、ワイヤーがついてて、ここにフラップみたいなのがあって、こう回転数に応じて確か開くんだと思うんですけど、まあ、それがビヤーって開いたらバネの力によってパタンってまた閉まったり、こういう微妙な可変をしてるんですけども、その戻るためのリターンスプリングが、外れてました。はい、なので、これをね、外れていたから直せばその7000回転の引っかかり直るんじゃないのかなって思ったんですけど、直らなかったんで、これはねごめんなさい、ちょっと本当にねよくわからなかったっていうのが本音ですかね。はい、行きます。よいしょ。ですからね、まあちょっとね見たんですけどね、あの引っかかりだけはごめんなさい、まあ引っかかり乗っててね不快かって言われたらそこまでじゃないと思うんですけど、なんか一瞬ぶって言うなっていう印象を受けましたね。帰ってきましたと。よいしょ。ちっちゃいですね、これなんか普通に楽やなっていうイメージを受けましたけどね。はい、帰ってきましたと。よいしょ。イエス。あ、水温が98度ということですね。マフラーごめんなさい、忘れた、聞いたような聞いてないような感じですけど、一応954のマフラーの音だけ出しておきます。凶暴な感じすごいします、ね、5万3000キロということです。はい、帰ってきました。印象はですねとても乗りやすい、見た目よりもすごいこうハンドル幅なんかな、見えてる部分でいくとそんなに大きく感じないし、昔のオートバイあるあるなのかもしれないですけど、タンクがね結構太めなんですよ。で私はこの太いタンクが、ニーグリップがしやすくてとても好きですという印象を、受けましたんで、まあそのまま普通に乗りやすくて、まあここまでね、あの綺麗に、オリジナルを維持してピカピカですからね、この辺の黒い樹脂とかのとこ見たらわかるんですよ。中古車ってだいたいこの辺汚いんですよね、いつも。こんなんとかこことかね、こういうとことか
すごいね汚いんですけど、まあ、こういうところも綺麗にね艶のある黒で維持されていると、もう本当にねこうディーラーに並んでそうなこういうイメージ、うん、を維持できますんで、なんか自分のオートバイね、綺麗に、思われたいなっていうのであれば、まあ、そういう黒いところをねこう艶っとするだけでも全然オートバイって綺麗に仕上がりますよということです。はい、まあ、これはね乗り味的にも普通に、喜んでもらえるんじゃないかな。かなり薄かったですからね、あとちょっと空年費あれば貼っておきますけど、うん、普通に乗りやすく、仕上がっているので、最終お客さんに連絡しようかなと思います。はい、ということで楽しかったです、ありがとうございました。